旧岩淵水門北区は、東京都の区部北部に位置する特別区。2005年に、夜間人口は33万345人で、あるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は30万7317人で昼は、夜の0.93倍の人口になる。 通勤者で見ると区内から区外への通勤者は10万120人、区外から区内への通勤者は7万6299人と、労働人口の移動は区内から区外へ出る通勤者の方が多い。東京23区の北部に位置し、東西に約2 9キロメートル南北に、 約9 3キロメートルと南北に細長い形状で、面積は20.59平方キロメートルと東京を23区中、第11位。北は荒川及び荒川放水路を隔てて、埼玉県川口市、戸田市に、東は荒川区と隅田川を隔てて、足立区に、西は板橋区に、南は文京区、豊島区に接する。なお、九南端から、 台東区の区間までは100メートルほどの近距離にある。田端の大部分と中里の一部は JR 山手線の内側に位置する。都県境に接しつつ、山手線内のエリアを共有しているのは23区では唯一である。明治通り、関七通り、関八通り、中仙道、本郷通りという幹線道路が通っており、都心へのアクセスは比較的便利である。また、 JR の駅数が23区中で最も多く、区内のほとんどの住宅地が駅からの徒歩圏内にある。北区は地理的に、おおむね、東北本線を境に、南西側は武蔵野大地の北東端にあたり、北東側は荒川の中石平野にある。区下。編集。この曲にコリオをつけた北区桜体操が2003年に公開され、 北九チャンネルでは連日放送されている。大子滝野川区の合併した新区の名称については、上北区、京北区、飛鳥山区、赤羽区などが候補として挙げられていた。中でも、飛鳥山区は大きな指示を受けていたが、読みが難解であるという議論が上がりより簡潔で、平易な方角地名に返した。赤羽区民事務所管内大子区民事務所管内。 滝野川区民事務所管内行政の成り立ちから、王子地,地区、赤羽地区、並びに滝野川地区に区分されている。トークは練馬ナンバーを割り当てられている。1986年3月15日に平和都市宣言を行った。海外編集1985年に北区立王子小学校と北京第一実験小学校との交流が始まり、 1985年9月に、のりたけ区長が北区を訪問したことが、都市間交流の契機となっている。1991年度より交流事業が実施され、1993年に正式の提携が結ばれた。2010年7月に、のりたけ区が最上区と合併、最上区が発足したため、2011年に改めて提携を結んだ。なお、 最上区はこれ以前に中野区と友好提携を結んでいた。国内、編集以下三市と交流を有する。1995年10月には三市と災害時総合応援協定を締結。1997年4月19日に北とピアにおいて三市との友好都市交流協定の調印を行った。1925年。 坂田を含む省内地方出身者のための学生寮が中里に建設されたことが縁となっている。1992年に坂田氏がふるさと北区区民祭りに参加したことから交流が活発化。北区の児童の農業体験事業などが行われている。北区の自然休暇村構想と神田町の農業活性化構想が合致し、1986年に 自然休暇村協定が結ばれた。なお、第二次世界大戦末期には、大熟立第二岩淵国民学校の児童が神田町をバタに学童疎開した縁もある。第二次世界大戦末期、滝野川区の児童2000人が4万温泉を中心とする地域に学童疎開していた縁による。1986年、かつての疎開児童が、 中野城長に招待されたことが自治体間交流の契機となった。詳細は、帰宅議会を参照詳細は、2017年、東京都議会議員選挙を参照東日本旅客鉄道の駅の数が11駅と23区内で最多である。行政の中心は、区役所のある王子だが、交通機関のうち特に鉄道は赤羽に一局集中している。 その他にも、山手線の走る田端、下町情緒あふれる十条、高級住宅地の西木原などがある。東日本旅客鉄道宇都宮線、高崎線昇南新宿ライン最強線景品、東北線山手線、東京都交通局都電荒川線、東京地下鉄南北線、埼玉高速鉄道線、埼玉スタジアム線なお、都営地下鉄三田線、日暮里、トネリライナーも、 わずかに区内を通るが、いずれも駅はない。二路線運行しているが、乗り入りは、日中の日本と月金曜日の深夜バス一本と5区、わずか。かつて所在していた大学かつて所在していた、専修学校フランス海外教育庁が運営。幼児教育課、初等教育課、中等教育課、高等教育課を要する。かつて存在していた、高等学校かつて存在していた。 中学校かつて存在していた学校かつて存在していた小学校かつて存在していた幼稚園帰宅における高山の発端は江戸幕府末期に滝野川反射炉が現在の醸造試験所跡地公園の場所に設営されたこととされている。また、この反射炉の建設が帰宅が明治期より昭和中期に至る時期に軍ととなるきっかけになった。 この滝の川反射路への用水の供給を目的に、掘削された王子分水の水力が利用できることから、王子地,地区に鹿島防石所、王子製紙が明治初期に開設され、この出来事が昭和中期までに、市業、食品製造業などの消費財政産業が発達する先駆けとなった。主な事業所、編集、北区、板橋区、足立区などのエリアには、 関連の事業所が集積されている。主な商店街、大型商業施設、編集政治、行政、産業、経済、編集文化、芸術、科学、編集芸能、放送、編集スポーツ、編集政治、行政、編集産業、経済、編集文化、芸術、科学、編集芸能、放送、編集。ありがとうございます。